見てください、あのお店、かわいい小物がたくさん並んでますよ。わあ、かわいいポーチ。あ、ペンケースもある。学校のペンケース新しくしたいな。って、いろいろあるからつい寄り道をしちゃいそうになりますね。楽しいです。私、あっちのお店も気になってたんですよ。かわいいアクセサリーがたくさん並んでて、髪留めをちょっと見てみたいなって。はい。うわー、かわいい髪留めがたくさん。ピンクの水玉だ。あ、黄色いシュシュもある。赤いリボンの髪留めも全部可愛くて選びきれないよ。あ、そうだ、私に似合うのってどれだと思いますか？プロデューサーさんの意見が欲しいです。私もこれが一番可愛いって思ってたんです。でも似てるの持ってるかもって悩んでて、だからプロデューサーさんがこれを選んでくれて嬉しいです。特別な髪留めになります。どうですか、これ似合いますか？ねえ、買っちゃおうかな。決めました、これにします。絶対可愛いです。プロデューサーさん、選ぶのに付き合ってくれてありがとうございます。はい、お財布はと、お、これお金が足りない。そうだ、今月のお小遣いピンチだったんだ。ふう、我慢しなくちゃ。せっかく可愛いの見つけたけど、余計迷っちゃいますよ。こっちのピンクのもいいし、黄色のも、どっちにしようかな。
ロデューサーさんに選んでもらいたかったな。でも自分で使うものですもんね。わかりました。自分で選びます。